のんちゃんぐもにのるは、1951年に出版された、石井桃子の児童文学作品。1955年に、ワニブチ春子の主演で映画化され、翌1956年には、テレビ化された。また、2008年12月24日には作品を、モチーフに、オリジナル楽曲として、大橋のぞみの CD アルバム、のんちゃんぐもにのるが発売された。 八歳の女の子、田代信子は、ある春の朝、お母さんと兄ちゃんが自分に黙って出かけたので、悲しくて泣いていた。木の上から氷炭池に映る空を覗いているうちに、誤って池に落ちてしまう。気がつくとそこは、水の中の空の上。雲の上には白い髭を生やしたおじいさんがいて、熊手で救って助けてくれた。のんちゃんは、おじいさんに自分や家族の身の上を打ち明ける。 雲の上の世界の描写にはアニメーション合成技術が使用されている。前年から病気療養していた原節子の復帰作として注目された。1956年3月26日から同年4月7日まで KRT の影名作アルバムで影演劇としてテレビ放送された。雪の絵画影を手掛け、語りは伊順一が担当した。ありがとうございます。